トルコでは地震発生から2週間が過ぎても瓦礫の撤去が進んでいない場所があり、復旧までは長期化する見通しです。ここはカフラマンマラシュの小さな村なんですけれども、あちらの住宅、洗濯物が干したままとなっています。地震から2週間経ちましたが、手つかずの状態です。トルコを震源とする大地震から20日で2週間となりました。 これまでにトルコとシリア合わせて4万7000人以上が亡くなり12万棟近くが崩れるか大きく損壊しました100万人以上が住む場所を失ったとみられますががれきの撤去が行われず復旧のめどが見えない地域もあります 一方、エルドアン大統領は20日、すべての街を復興させると表明した上で、できるだけ集落を平地から山間部へ移し、液状化現象による災害を防ぎたいと述べました。ユニセフは義援金専用の口座を開設しています。こちらが口座の情報です。 他にも UNHCR ・国連難民高等弁務官事務所や駐日トルコ大使館、国境なき医師団など多くの団体がトルコやシリアの人のために募金や寄付への協力を呼びかけています。